うちの奥さんにですね、香港ニートって言われましたね。ニートですね。香港でニートをしているという、認識になっております。奥さんにとっては、まあ正解なんですけどね。ああ、この上プールなんだね。プールだこれ、間違いなくプールだここ。すごい、さすがですねこのマンションも。いつも通ってたんですけど気づきませんでした。私、情熱大陸がですねとっても好きなんですけどね。そう、例えば久石譲さんとかもね、あれ相当タフな仕事ですね。なんだなんだ、ハリネズミだ、普通にいるもんですかね、野生のハリネズミって。なんか隠れてるつもりみたいですけどね、結構見えてます。獣の匂いがする、すごい。どうもこんばんは。今日もピークで山頂の上の山頂公園の上です。こちらです。アランミクリのメガネなんですよね。私アランミクリってほんと好きなんですよ。なんだかんだ言って結局アランミクリが一番好きなんですけど、一番最初にね、私こういうあのデザインされたメガネ買ったのがアランミクリだったんでね。そうなんですよね、もうどうしてもやっぱりアランミクリが好きで、でこれはあの黒とブラウンのダミエ柄で、かなり結構派手になるんですよね。でさらにラインもね、このライン、このラインはねなかなかないんですよね。で結構ねかけると難しいんですよね、このドロップ系は。特に日本人、海外の方は合うんですけどね。だからね結構いいメガネなんですけど残ってます、正直。でバネ長板でかけ心地もいいです。まあでもねこれすごいおすすめですよね。かけられるんだったらかけてほしい。まあでもちょっと難易度高めです。はい、以上です。ビールを持ってくればよかったなって思いますね今度から。ちょっと本当はね、私あのこの上宇宙にね360度ガラス張りの、ビラコテージを作るっていうのが私のね人生のね目標なんですよね。昔からあるイメージだけはあるんですよ。ただねそこまでのねルートは全く見えません。どうやって宇宙まで行けるかなと。香港宇宙までの道のりはまだ遠い。獣の匂いが残ってる。さっき、あ、まだいるよハリネズミ。